動画をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、いつしか6歳です。今回のディビニティは、前回のチュートリアルの、ダンジョンですね、イニシエの石門、そちらをクリアした状態の、この前回の続きからプレイしていきたいと思います。では始めましょう。前回ね、ダンジョンクリアして、この浜辺にまた出てきたんですけど、前回よりちょっと進んでますね。なんかどっかで喋り声が聞こえるんだけど。あら、なんか発見した。あ、転移門ですね。これでファストトラベルができるようになりました。はい。いわゆるワープですね。お、シャベル発見。シャベルがあると土とかを掘ることができます。まあ、掘れる場所は限定されてるんですけどね。お、チーズだ。チーズさえあれば何でも可能。すごいね、チーズ。万能だね。お？おお、鳥が飛び立った後に貝が。おお、貝がある。たくさんある。貝拾っときましょう。あれ？こっちで合ってるかな？貝、貝。ああ、貝がいっぱいある。貝が。でかい！でかい！なんだこれ。イッシュマシェル。塩？お、喋った。おい、おい、旅人よ。砂の上を歩いてこちらへ来てくれ。哀れな貝がさらに貧相になる前に。貝、お前は何者だ？イッシュマシェルと呼んでくれ。大海の息子、そしてこのみすぼらしい海岸へ追放されたものだ。本来の柔らかな海で、水ではなく、乾燥した空の下で生きることを定められた、惨めな貝だぞ。ほう、喋れると不思議だな。もちろん話せるぞ。おかしなことを言う人間だな。心臓より口の方が大きいのだ。どんだけよ。実際驚くのは私の方だ。お前のような奴らが枝を揺らして、仲間の毛皮に住む虫を捕まえていた、あの日々をまだ覚えているぞ。過去をいい思い出としては覚えていないようだな。時間は幸せな間は甘い恋人のようだが、惨めな間はまるで昭和の女のようだ。ああ、面白い例えだね。ああ、大昔からここで横になっているから、この地で何が起こったか覚えているぞ。この周辺の廃墟が、まだお城だったことや、陽気な子供たちが雨や風にさらされて白骨化したことなどな。なんか天と地って感じ。はい。すべて見てきた、一人で。悲しいな。それは悲しいな。まあ、自分はもうダメだと言いたいのか？運命は残酷だ。海の音が聞こえるという主張のためだけに、何人の汚い耳に我慢してきただろう。貝ってそう思ってたんだ。海の音が聞こえるに決まってるじゃないか、あのガキめ。私がめでる海は目の前にあるのだぞ。まあそれはおっしゃる通りですな。海の近くでやったら海の音聞こえるよね。まあ正論。海に戻りたいのか。そう、そうだ。真珠の王である私は、サンゴの王座で休みたいのだ。海に向かって全力で投げてくれ。その腕力で可能な限り遠くへ。代わりに沈んでいる宝を何時に授けよう。おー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 、いいね。お前をどうするか決めなくては。親切なハンターよ、どうする。真珠の王を海へ返してくれるなら、長い間失われていた宝を譲ってやるぞ。おお、いいね。親切心には感謝が報酬のようなものであり、それに加えて財宝の約束もある。この貝を海へ投げてあげよう。もう一つが、真珠の王だと金の匂いがする。こいつを商人に売りつけてやろう。商人がどこにいるか分かんないからね。
まあここは親切で海に返してあげましょう。お、エミーも賛成してくれました。賛成よ、この貝を故郷へ送りましょう。解放者よ、親切な恩人よ、海に投げ入れてくれたその力に祝福を。おお、海に帰ってった。海よ、海よ、戻ったぞ。全ての波が人魚の口づけのように感じるぞ。まあ久々だったらそう思うでしょうね。永久の感謝とともに海の恵みを授けよう。おお、来た来た来た、エミーさん埋まってるよ。出てきた。何くれた。お、人魚の口づけ 11% 水耐性プラスヒットポイントが9上がる。レベル2で装備。ああ、レベル1だわ私。まあいいや、レベルが上がったら装備しましょう。ありがとう海洋。へえ、こんなのあったんだ。ん？でどこ行けばいいんだ。思わぬサイドクエストに遭遇しましたね。貝を海へ返す。あれ、これ貝じゃないかしら。拾いましょう。さっきの転移門でしょ。あ、これ貝だ。どっちだ。海だね。さっき話し声が聞こえたんだよな。確かなんかボンバみたいな人がいたはず。何もない。あ、ボッコがある。ボッコが落ちてる。片手武器。あ、ボッコって片手武器だったんだ。もういけない。うん、船がボロボロですね。あ、いたいたいた、人だ。いたいた。そこで止まれ、オーク野郎。軍団の許可がなければここは倒産。落ち着け、ヒック、ユニウス。酔っ払ってるのに。オークのようには見えない。見たところ、一本も角がない。そりゃそうだ、人間だもん。黙ってくれ、ビビウス。慎重すぎるということはない。我々は最終路を守ると誓ったのだ。お前は誰なんだ。もちろん軍団兵だ。やつらは海から攻めてくるからここで多くを見張っている。どうしてやつらがそうするのか神のみぞ知るところだが、我々は受けて立ち、我らは軍団兵リベロンの解放者だ。酔っ払ってんのに。俺たちは酒の解放者でもある。そうだろう、へへへへ。うん、正解。ちょっと黙ってくれビビウス。すでに 1,2 杯飲んでるようだな。見張りをしたことはあるか。何時間も見張り台に立っていたことはあるか。退屈とは悪魔、酒とは悪魔払いなのさ。そうだ、お前らも一杯やらないか。万歳。もう陽気だね。じゃあお前たちは解放者だというのか。理解してもらえて何よりだ。我々は任務中だ。この辺りにいる野良犬を監視してる。以前はよく人間を狙っていたんだ。だから治安を守るために監視している。野良犬を監視してるのね。野犬を静かにさせる最良の手段は虚勢だ。は、金のために虚勢、軍団の標語だ。それでいいのか本当に。あ、少し黙ってるよビビウス。まあビビウスは余計なこと言うのね。ソースハンターの仕事で来てる指令書だ。じゃああんたらはソースハンターか。どうやって証明する。俺らは文字が読めなくてね、何の証明にもならない。それは困ったね。いいこと思いついた。お前らを魔術師のとこに連れてこう。家一軒ほどの本を持ってる彼なら何て書いてるか読めるだろう。それに彼は預言者だ。あんたらの行き先を導いてくれるだろうさ。おお、いいこと言うじゃない酔っ払い。酔っ払った役立たずの護衛はいらない。下がれ。嫌なら俺と戦うんだな。違うな、魔術師だって。そうだな、案内してくれ。こっちだ。何ですって、酔っ払いに振り回されるつもりはないわ。余裕を覚まさせてあげる。意見が食い違った。脅迫
魅惑、説得、分かった、お前のやり方でいこう、同調だね、下がってろ、俺の助けなしじゃ奴らは強烈な一撃を食らうことになるぞ、頼むから落ち着いてくれないか、怪我をさせたくないんだ、やめろ、こいつらを殺せば町全体を怒らせることになる、まあ落ち着いてくれ、怪我をさせたくないんだ。お、意見の不一致、じゃんけんですね。はい、じゃんけんで勝った方の意見が採用されるようです。では行きましょう、行きましょう、最初はグーってことで、最初は石。お、負けた、紙はパーですね。ということは今紙できたから、次はじゃあチョキ。おお、勝った。お、ちなみに6歳が勝てば3ポイントですね、有利ですね。では今チョキを出したから次こそグー。おお、当たった、勝った勝った。次はパー。あー、負けた。今紙できたでしょ。じゃあこっちもパー。よし、勝った。あと1回勝てばいいのかな。じゃあハサミだ、チョキ、負けた。うわ、次はどうしようと見せかけてチョキ。よし、勝った。6歳が議論に勝利した。進め、俺の意見に従ってもらおう。町か、ここからそんなに遠くない。ログ、新エントリー追加。酔っ払ってんな。ログ、ソースハンターの旅路。お、結構進んでますね。墓嵐が出た墓地に潜ると、あ、これさっきの、前回のやつですね。石橋の森人、これかな。石橋を守る2人の酔っ払った衛兵に出くわした。彼らはスパイでないかと疑われ逮捕されそうになった。彼らの死体用にさせ、魔術師と会って平和的に問題を解決することにした、というのが今のクエストですね。はい、ということで、どうやら今のやり取りで経験値をもらって2人ともレベルアップしたそうです。はい、レベル上がってますね。まず6歳の方から能力値が1ポイントプラスになっているので、そうだな、6歳は単純に知力を上げましょうかね。体格、生命力と最大アクションポイント、速力は毎ターンに得られるアクションポイント、移動速度の行動優先度、近く、クリティカル率、行動優先度、戦闘開始のアクションポイント、罠の検知力、遠距離攻撃の命中力、隠された要素を発見できる。まあとりあえずそうだな、じゃあ体格にしましょう。体力がね、生命力とあとは最大のアクションポイント、これを増やせば戦闘で長く戦えるので、体格。そしてアビリティも1個ゲットしたようです。武器は、この通りですね。6歳武器を特に使わないので、防御、意志力はですね、状態悪化ですね、状態変化による耐性が向上するということで、これはすでに1あるようです。あとはプラスがついてないので上げれないですね。スキル炎術と土術、そうですな、水も使えるようになりたいので水術を上げようかな。人格、カリスマ、お、カリスマが1個ついてますね。商売上手、統率力、幸運とあります。職人、粘土力、家事、鑑定、制作が1個ずつ。あ、制作は1上げれるんだね。秘策、スリ、隠密、会場とあります。やっぱりですね、そうだな、水術、水を使えるようになりたいのでこれを上げましょう。はい、これで、本当に変更確定しますか。確定。はい、6歳レベル上がりました。そして、次はエミーさんですね。エミーさんも同じく能力値、エミーさんはこんな感じです。そうだな、エミーさんはですね、
アサシンなので、意外と罠の探知力とかは低いんですね。敏捷、武器の命中率、筋力、知力、あ、知力高いんですね、意外とね。体格、速力、知覚。あ、エミーさんの方が体力低いんだ。どうしよう。とりあえずエミーさんはそうだな、クリティカル率が上がる、あ、クリティカル率は背後を取ればいいのか。じゃあ筋力を上げていきましょう。単純に攻撃力の強化ですね。はい、上げていきます。アビリティは武器二刀流が1ついてますね。防御は盾、防具使いってなんだろう。防御値が増加し、重装備防具による移動ペナルティが減少する。はい、身体強化は、転倒、炎上、氷結、出血、骨折、暗闇、弱体、病気、感染、目、あ、なんて言ったっけこれ、あ、ド忘れに対する耐性が向上すると。はい、スキルは妖術、悪党、風術。あ、風術使えるんだ。あ、そっか、風術使えるからサンダージャンプが使えるんだ。最初からスキル豊富に持ってるんだね。妖術も使えるんですね。人格、カリスマ、商売術、統率力、幸運、いいでしょう。職業、あ、職人か。念動力、家事、鑑定、制作はゼロ。奇策、スリ、隠密、会場。あ、会場1個つけるかな。宝箱開けるのにね、開けてほしいので、どうしよう、どうしようかな。そうだな、宝箱開ける要なので、1個これでいきましょう。はい、 OK、 よし、 OK。 どうすればいいんだい。ん、この犬の名前火曜日って言うんだ。ワンワン。あ、動物語をゲットしてないのでね、何を言ってるか分かりません。小麦粉と水、小麦粉と水をゲットしました。小麦粉と水で多分生地ができますね。なんかある。ブルーギルキノコ、キノコですね、ゲットしましょう。ああ、ということは戦闘になるかな、なんかそんなような記憶があるな。毒入りフラスコ、木の杖、土、ちょっと強そうだったな。木の杖、土、どうでしょう。おお、強いな。レベル2で装備できる木の杖、13の26、こっちにしましょう。ということで多分スタッフオブマギが土ダメージに変わりましたね。よし、これでいこう。あ、やっぱりなんか戦闘してる。お、なんかある、ある、トマト、ハンマー。でかい獣たちの処理はソースハンターに任せよう。あ、そう、こんなやりとりあったんだ。彼らは酔っ払って橋に戻ってきましたね。そうか、それでいなかったのか。どこ行ったのかなと思ったんですよ、最初のプレイの時ね。お、ショートソード。お、支給品の弓をゲットしましたね。あー、弓装備したいところだけど、特性がゼロでも装備は一応できるんですけどね、やっぱりその分ちょっと補正がかかってしまうので、やっぱり得意武器で攻めるに越したことはないでしょう。おー、船来た。オークが攻めてきた。あれ、こんなやりとりだったっけ。ちょっとエミーの装備を変えましょう。今ゲットした、ショートソード18の25、斬撃ですね。これを装備して、そして戦闘用ナイフ一つも欲しいんですけどね。
不意打ちにうってつけ。いや、ここはね、ちょっと威力を優先して、先ほどの斧、勇敢な手斧を逆に装備しましょう。この二刀流でいきましょう。なんか戦闘開始。おお、多くの魔法使いがいる。軍団兵がどうやら味方で戦ってくれてるようですね。遠いな。黒の教団信者、これ敵ですね。黒の教団信者。え、こんなにいっぱいいたっけ。若い多くの兵士。これは軍団兵。一応今のところは味方してくれるみたいですね。8アクションポイントか。遠いな。ちょっと近づきましょう。ちょっと近づいて、ここで待機。6歳もちょっと遠いのでね。少し近づいて、3アクションポイント。ここから今この油の樽に火をつけることはできるだろうか。そうするとこの辺りの軍団兵も巻き込んじゃうことになるかもしれない。危ないな。ちょっと様子見ましょう。あー、軍団兵1人ピンチ。おお、軍団兵がやられてる。頑張れ軍団兵。当たらない。お、多くの呪術師。いけるいける。こっちは2人いるのか。あっちは1人だな。回復した。ああ、軍団兵が、ああ倒れた。そのアイテムは後できっちり回収させていただきます。あれ、ああびっくりした。フリーズしたかと思った。エミーね、なんとかこの信者に近づきたいとこですね。これ以上ちょっと衛兵がやれるのを見てられないので。そうだな、透明になってしゃ、え、失敗、失敗することあるんだ。ちょっともうちょっとじゃあ待機。今ここで目立っちゃうと全員襲ってきそうだな。もう少し様子見たいかな。もう少し様子見るんだけど、もし彼らが登ってきた時のために、いや待てよ、こういうのはどうだろう。オイルの海にして、そこに着火。これであの樽ももしかしたら爆発するかもしれない。やってみましょう。それ燃えた。あれ、軍団兵も巻き込んじゃったっぽい。なんとかギリギリ大丈夫ですね。軍団兵はもう一人の軍団兵大丈夫ですね。ちょうどこの多くの軍勢、黒の信者と多くを巻き込んだようです。まあこれでね、戦闘はもう避けられないでしょう。ということで、このスタッフオブマギ、今度は土の魔法ですね。これでこの弱ってる方の教団信者を攻撃。ターゲットが見えない。あー、届かないってことか。じゃあこっちだな。それいいですね。スタッフオブマギ攻めてきた、攻めてきた。よし、黒の信者倒れた。いいぞ、頑張れ頑張れ軍団兵。ああ一人倒れた。おお、呪術師がこっちを攻めてきた。頑張れ軍団兵。いよいよ一人になったか、軍団兵も。
あ、なんでこのオークの時画面止まるんだろうな。どうした、フリーズか。あれ、あいつ何もしないな。さあどうしましょう。ここで毒ガス爆弾をこいつらに投げてみたらどうなるか。アンデッドじゃないので毒は効くはず。投げてみましょう。それ、おお、そうか、炎だから爆発もするんだ。意外な効果が得られました。毒ガスはそういえば炎で爆発するんでしたね。で、ちなみにこのままどうやら攻撃ができるようです。近づいて攻撃しましょうかね。いや、ここはね、サンダージャンプでいけるみたいです。ターゲットが見えない、ダメか。もうちょっとこの上で粘りましょう。で、その分6歳がスタッフオブマギで、ターゲットが見えない。そうか、ターゲットが見えないとダメだ。ロックブレスはどうだろう。ロックブレスをターゲットが見えないこの位置より少しずらしてここに打ってみる。どうでしょう。当たった。あともうちょっとだ。ちなみに炎上状態ですね。黙っても次のターンに倒れるでしょう。ターンエンド。よし、教団信者倒した。頑張れ軍団兵、頑張れ軍団兵。あ、やっとあのなんかバグっぽいオーク動いた。どうやらオークの呪術師は力尽きたようですね。ではちょっともうちょっとここで戦況を見守りましょう。6歳もアクションポイントがあるので見守る。あの、おう、あ、ピンチ。軍団兵は救うことができないのか。エミちょっと移動。3アクションポイント、ここで待機。6歳も少し進みましょう。待機。あー、回復された。あー、軍団兵。ちょっとここでね、待機なんですけど、この油の樽を、あ、移動はできないのでちょっと待機で、6歳でロックプレスでちょっとオイルを作って届くかな。届きますね。ここに落とそう。それドン。オイル炎上、うまく火についたようですね。で、待機しましょう。さあ炎上しながら近づいていきます。多くの兵士、ここまで届くかな。待ちましょう。加えてスタッフオブマギで牽制。これはいい感じですね。ターゲットが見えない、ダメだ。フレアは届く。地面すれすれに打てば当たるかもしれない。打て。それ、当たった。もうこれは楽勝でしょう。ターンエンド。お、どうやら炎上は収まってない。で、待ちましょう。ここで、はい、倒れました。勝利ですね。軍団兵は救うことができませんでしたが、とりあえず今回も、このディビニティオナーモード、なんとかこの2人は命を保つことができたようです。ということで、今回はここ動画ここまでにしたいと思います。また新しい動画アップしましたらチェックの方よろしくお願いいたします。ではいつしか6歳でした。